Hey guys, 皆さんこんにちは、ヤマゼットです。今回は成田駅周辺にあるちょっと贅沢ランチができるお店を4つ紹介したいと思います。値段が高めのお店もランチの時間にお得に食べることができる、そんなお店を選んでみました。最後までご覧いただけたら幸いです。まず紹介するお店は成田江戸っ子寿司という3代続く老舗の本格的な江戸前寿司がいただけるお店になります。成田市内には3店舗ありますが、今回は成田駅から徒歩4分の場所にある海運ビル店を紹介したいと思います。すぐ近くには参道本店がありますが、ランチメニューに違いがあります。今回は握りランチ目当てということでこちらを選びました。店内はカウンター席、テーブル席、座敷席と広々としています。しっかりとしたお寿司屋さんですが、気取らない感じの雰囲気と接客なので落ち着きます。それではランチメニューを見てみましょう。握りランチ、鉄火丼、バラチラシ丼の3種類があります。どれも美味しそうですが、今回はちょっと贅沢ということで握りランチを選びました。握りはネギトロ巻き、イカ、マグロの赤身、金目鯛、中トロ、イクラ、サーモン、アジ、エビ、卵のラインナップです。サラダとエビの頭入りの味噌汁もセットになって1870円です。まずはアジからいただきます。シャリは小さめで、ネタはしっかりとした厚みと大きさで、魚の味をしっかりと感じられます。臭みもなく美味しいですね。次は金目鯛をいただきます。炙られていて香ばしい香りと味わい、これもまた美味しいです。その他のネタも当然美味しく食べ応えがあります。この握りセットを単品で注文すると3500円くらいになるので、ランチのコスパ高すぎです。サラダは玉ねぎのシャキシャキした食感、鰹節の風味と梅の酸っぱいドレッシングが美味しいです。エビの頭入りの味噌汁はエビの風味を感じる優しい味。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。食後にはデザートのコーヒーゼリーもセットになっていました。ごちそうさまでした。次に紹介するお店はグリルドミート玄という黒毛和牛やジビエなどのお肉をいただけるお店になります。成田駅からは徒歩5分くらいで、参道から1本路地を入ったところにあり、外観はモダンで隠れ家のような雰囲気です。壁には牛のお尻が刺さっています。初見だとちょっと入りづらいですが、手頃な値段で黒毛和牛の焼肉やステーキ、ジビエが食べられるのでおすすめです。店内は落ち着いた雰囲気で、テーブル席と奥にはカウンター席が用意されています。ランチメニューは黒毛和牛の焼肉、自家製手ごねハンバーグ、自家製カレーライスのラインナップです。黒毛和牛の上カルビ、上ロースのランチが1400円前後で食べれるのはかなりお得なんじゃないかなと思います。今回は上ロースの焼肉ランチを注文しました。上ロース、ご飯、スープ、サラダ、小鉢、ドリンクのセットで1385円。今日のロースはカメノコという太ももの部分で、繊細な赤身肉、深い味わいだそうです。それではいただきます。赤身ですが肉汁も感じられてジューシーで美味しいですね。赤身の深い味わいも感じられます。このお肉は宮沢和牛という千葉県のブランド牛だそうです。地元千葉の美味しいお肉がいただけるのは嬉しいですね。次はご飯と一緒にいただきます。これは言うまでもないですが美味しいです。タレの風味、お肉の脂、ご飯との相性抜群です。わさびをつけて食べるとさっぱりと味が引き締まります。夜はジビエと黒毛和牛のコースが用意されていて、ステーキ、焼肉、ジビエと手頃な値段で楽しめると思います。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は成田山新勝寺に向かう参道の途中にあります。参道には観光客向けのグルメやお土産を扱うお店が多くありますが、やっぱり値段は高いなと感じますよね。そんな参道でコスパよく、そばとうな重の両方をいただけるお店が満腹亭さんになります。お店の外観は歴史を感じる雰囲気、佇まいで、入り口には今回のお目当て、うなそばセットが飾られています。それではお店に入ってみましょう。お店の中は昭和の雰囲気で、テーブル席と座敷の席があって広々としています。今回は平日の13時頃にお邪魔しましたが、お客さんは5割くらいといったところでしょうか。観光客の方もいますが、常連の方、地元の方もいるといった感じで賑わっています。
注文から20分ほどでうなそばセットが運ばれてきました。そばは冷たいもの、温かいものか選べます。お重を開けると綺麗なツヤのあるうなぎのかば焼きが現れます。見ているだけでよだれが出てきます。うな重はミニサイズになりますが、そばとうな重の両方を1700円でいただけるのはコスパいいんじゃないかと思います。それではまずそばからいただきます。麺は細麺で喉越しが良いのでいくらでも食べられそうです。こういう歴史と雰囲気のあるお店でそばをすする、なんかいいですよね。次はうな重をいただいてみたいと思います。身はふっくらとした食感で臭みもなく、タレの香ばしさが口の中に広がります。甘めのタレでご飯とよく合っていて、タレだけでもご飯が進みます。本格的なうな重は安くても3000円ぐらいしますから、ちょっとうなぎが食べたいとか、ちょっとだけ贅沢をしたい、そんな時におすすめです。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店はステーキハウス成田という熟成肉とワインがいただけるお店になります。お肉は外国産のものから仙台牛の A5 ランクのものまで用意されていて、ステーキの種類が豊富です。またステーキの価格帯としてはお手頃な値段設定になっていると思うので、気軽にステーキがいただけます。成田駅からは徒歩で5分ほど、成田山参道の途中にあります。ビルの2階が店舗ですが、店内は少し暗めの雰囲気で、アメリカ映画のワンシーンに出てくるようなブルックリンをイメージした内装、カウンター席だそうです。どちらかというと夜のディナー向きといった感じです。ランチタイムには窓際の席が明るいのでおすすめです。それではランチメニューを見てみましょう。ローストビーフ丼、手ごねハンバーグ、オリジナルビーフステーキの3種類が押されていますが、ランチタイムはグランドメニューに載っている全てのステーキが200円引きになり、ライスとサラダ、ドリンクがセットになるようです。今回はオリジナルビーフステーキを注文しました。 200g のステーキ、ライス、サラダ、ドリンクのセットです。それではいただいてみたいと思います。お肉は食べやすい厚さと柔らかさです。1300円のお肉なので噛み切れない部分は多少あると覚悟していましたが、そんなことはありません。柔らかく美味しいです。注文の際、焼き加減をオーダーするのを忘れてしまいました。店員さんも特に聞いてくることもなかったので、こだわりのある方は注意が必要です。デフォルトではミディアムレアの焼き加減のようです。ちょっと贅沢したい、そんな時はステーキがいいですよね。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。ということで今回は成田駅周辺のちょっと贅沢ランチができるお店を4つ紹介してみました。値段が高めのお店もランチタイムならお得に食べることができますし、気に入ったら夜のディナーに行ってみるのも良いかもしれません。他にもランチタイムにおすすめのお店がありましたらコメント欄で教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。